はい。吉原ラメントだったんだけど、どう、どうだったかな <laughs> この歌は、よく、あの、歌枠とかでやってる時に歌ったら、みんなすごいこの歌好きって言ってくれてたし、何より、なんか僕のね、ばあちゃんがこの歌をめちゃめちゃ気に入ってて、<laughs> おかゆの吉原ララメント好きなんだよねって言ってたから、 あの、今日は僕の誕生日ということで、いつもお世話になってる、まあ今はね、そばには、同じ、ね、お家には住んでないんですけれども、おばあちゃんがそう言ってくれたので、今回はこの歌を選ばせていただきました。どうだったみんな、セクシーじゃなかった僕。<laughs> みんなにさ、投げキッスした後に、なんか歌うとちょっとさ、<laughs> さっきの投げキッスすらも、偽りだったんじゃないかみたいな感じになっちゃうんですけれども。<laughs> ばあちゃん見てるばあちゃん見てるばあちゃんばあちゃん見てる僕アイドルになっちゃったよ <laughs> ばあちゃんにはね、ホロライブに入るときには、なんかゲーマーズっていうのがあって、そこで僕入れるらしいから行ってくるねって言ったんですけど、ばあちゃんもまさか僕がね、この僕がアイドルになるだなんて思ってなかっただろうね、正直。<laughs> <laughs> みんなコメントありがとうね。歌ってる時もね、みんなのコメントを見ながらニマニマしてました。え、トレンド1位、本当にー